どうもおはようからこんばんは、殿でござる。ドールズフロントラインやっていきましょう。さて、アップデートがありまして、新たな大型イベントの共造論が始まっております。報告することといえばね、その前にショットガン4体かな、追加されたじゃないですか。私もかなりの物資、資源もね、ちゃんと30万保持した状態で、チケットの方もね、1500ぐらいあって、3式をぶん回しした結果、すべて入手できました。アンカリング設定とかあって、それ実はね、私、途中まで忘れてて、普通に回して半分ぐらい、残り半分をアンカリングでやって、結果、アンカリングの上昇するパーセンテージっていうのがかなり低かったらしくて、これね、この下にある追加成功率、これの上昇がかなり低かったようで、私もね、そのアンカリングの途中で全部揃ったんですよ。設定していたのはね、星4のショットガンで絶対沼るっていうのは分かっていたんで、そこを設定して回していって、使ったのがね、いや結局その追加成功率がおかしかったせいで、アンカリングで回した資源が返ってきたんですよ。返ってきたのがね、8万8000ぐらいだったから、11回ぐらいしかやっていなかったのかな。で、資源の方はね、残り5万ぐらいの状態で揃えることができまして、いや、強いんですよ、めちゃくちゃ。今、こっちの、2ショットガン、3マシンガンの部隊で、左2名かな、新しく追加された星5なんですが、ダメージがね、5ポイント以下無効化っていうね、でさらには装備による先行弾によって火ダメマイナス3からの5ポイント以下だから、大抵ビクともしない強さで、さらにはこっちの FO12 かな、こっちもかなり命中が、必中になって、ノックバックの確率まで上がって、で、僕はごちょごちょね、最近の戦術人形の長ったらしいスキルの説明とかもごちょごちょありますが、要は同列に他のショットガンがいる場合は、攻撃が必中になって、さらにノックバックという。ということは、この2ショットガンの舞台に最適な陣形バフもそんな感じですしね。そこら辺コンビとして組ませれば、作戦能力も9万を超えた部隊となるわけで、あとはね、まあ、水着スキンとかは、ようやく LTLX7000 の水着スキンが入手できたり、イベントが始まっててもね、相変わらず候補支援は出したまんまで、で、鉄血の方ね、エージェントがね、ようやく入ったり、で、ウェルロットマーク2も、モッド化しました。めちゃくちゃ強くなるみたいですよね。陣形範囲も広くなって、射速っていうのがね、ほんと、もともとね、そこら辺でありがたいなと思って、最近使っているんですよ。んでね、妖精もなんか強化されたみたいですし、もう鉄血部隊をね、3つにしました。エージェント使いたいのと、ゲーガーは個人的に好きだし、アルキミストさんはもう強すぎる。くっそ強いから、どうしてもね、使わざるを得ない。いや、嫌いとか好きとかね、いろいろあるとは思うんですけれども、いや、私は好きな方ですよ。でも、他にもまだ使いたいなっていう鉄血はいるんですが、もうその気持ち以上に強すぎるから使っている。で、エージェントも、ほんと最後の最後まで行ったわ。100分のね、2ぐらい。100分の2ぐらいまで行って、ようやくね、エージェントをね、入手できたんですよ。と、まあ、いろいろあって、で、イベントの方もね、まだ始まって、今撮っているのが土曜日だから、まだ24時間経っていないんですが、ストーリーの進捗的には3割ぐらいまで来ました。なんで、チャプター2まで来ておりまして、今回ドロップできるのが2体。で、クリア報酬で2体。で、さらに物資箱で1個。でね、人形収集のランキングあるじゃないですか。私ね、1日経って、順位的には
乱気ってなんだろう乱気って何なんだろうね。あ、これはハンティングか。人形収集は私は現在、全国ですよね、これ。全国で私は60位のところまで来まして、これは大型イベントが始まって、人形が追加されているから、ランキングは落ちているんですよ。でもね、ショットガン、追加されたの入手したのが、だいたい0時の15分ぐらいに揃いまして、それでランキング更新された時は、私全国で21位、個人のこれまでの最高は96位か7位ぐらいだったんですよ。それを大幅に更新して21位に入れましてね、そっから今朝で落ちてしまったわけなんで、あ、ツイッターの方でね、ちゃんとスクショ撮って貼ってあるんで、一応ね、嘘ではないよと。まあそんな感じでいろいろやってまして、まあ他に報告することといや、ようやく空挺要請がようやく星5になったっていう感じかな。今はね、アップデートで要請が強化されたって言いましたよね。で、防御要請がかなり強くなったみたいなんで、今はそっちの方に要請のリソースを割いているところかな。あ、でも狙撃要請も今欲しいな。戦友とかでね、みんなこういう2ショットガン3マシンガンの部隊には狙撃要請加えているんですよ。防御バフが優秀なんだろうか。まあ、今はね、私は装甲要請にしているんで、さらに、そうね、防御力上昇ですから、さらにガッチガチ、これでジャッジとか戦ってみたいところではあるんですよね。まあでも今回はイベントということで、で、まあやるとしたら難しいステージもかなりあって、今回ももちろん EX でやっておりまして、まあでもやっぱり堀ステージまだ一回しか行っていないんですが、この現実世界インフィニティ EX ここね、あ、いろいろぐるぐる回っていますがね、ちょっとした謎解きステージもあって、そこはいけた。現状は EX で、現状はいけている。こっから先、残りの約 70% のお話無事完走することができるんだろうか。使っていく部隊はせっかくだからここ行こう。安心して、配給はちゃんと持ってるよ。新たなパラテウスもいるしね。なんかマスクかな、なんか書いていますよね。じゃあ掘れるでしょうかねちょっと今回実況補正とかあるかなっていう淡い期待を抱いてはいます。前回の大型イベントね、堀はそこまで埋まってなかったと思うんですよ。やりました。あ、珍しいね、88式が MVP 取るの。いつもね、ネゲブあたりなんですよね。まあ、もしくは RPK かな。敵司令部のセリーで、ドッペルゾルトナあたりでドロップできるんですよ。ギロチンみたいに綺麗さっぱりな戦術でした。で、この辺ね、いけるかな、ドロップできれば嬉しいもうそこまでね、長々とやるつもりはないんで、まあ2周ぐらいやって今回終わりにするかな。あ、さすがにそういうのは食らっちゃうね。あ、大丈夫。1周目はこの舞台使うんですが、残念ながら掘れない。なかなか厳しいな。ライオットシールド発動させてもこれ難しいような気がするな。食らうね。ちょっと下がろうか。少し体を動かしましょう。わかりました。これでどうですか。ギロチンみたいに切る拳銃界の木引けませんね。で、新しい敵っていうのがシールドとかあったりするのは果たしてどんなもんなのか。この舞台で戦ったことはないんですよね。変更障壁もあってダメージは無効化できている。
いいね、ノックバック 10% でも結構いってくれる。あ、でも88式に迫っていますよ。まあ引けないか5回しか戦闘できませんからね。でこれで1回目のクリアとして S クリアが一番確率高いと思うんですよ。はい、出ません。まあそんなもんだわ。じゃああともう1回やりましょう。1回目回っていた時はね、いつものイワシ部隊。この戦い私に任せてください。ここぐらいだったら挑発ドローン使わなくてもいけるだろう。ついてこられる？勝ったのですか？粒子舗装ほんと強いよね。自身のスキルもあるし、能力は低くても後ろにね、無限に舞台出せれるわけですし。さて、じゃあロデレロがいる舞台はいけるかな。ストレリティとかはドロップはなくて、この司令部周りの4体なんですよね。まあ狙うんだったらやっぱり S クリアが一番確率高いんで、そこで、そうね、前回の大型イベントもそれで引けたかな。まあまあ問題はあるまい。勝ったのですか？拳銃界の。あ、でも妖精指令使うのももったいないな。ポリステージだったら毎日の物資箱集めもここでやっときたいし、今日の分はね、ダンデライオンがなんか移動するステージで取ったんですよ、60個。そこでは新たな人形は引けずに、まだ今回のイベントのドロップ的にはまだゼロなんですよね。だからこそ順位を60位ぐらいまで落としたわけですし。星2ばっかりだな。あ、ありがとうございます。デリンジャーいただきました。やっぱこれは実況補正ってやつだろうな。いいね、入手できました。第2章、チャプター2ぐらいだったっけ、グリフィンじゃなくてグリフォン小隊の一員として、まあ大体ね、大型イベントがあったら、新人形とかは、その小隊の一員として、新たに登場してくるんですけれども、いやー、入手できました。素晴らしい。よかった。いや、本当はね、一回だけ回ってやめようと思っていたんですよ。でも、まあ2回ぐらいやってもいいかっていう気持ちで言っていたら出ました。素晴らしい。どう、順位ってこれで維持できるんだろうかな。 AR15。 あ、めでたいからワーちゃんチューしてくれる。いいですね。いや、今回の基地背景も新たに入手したものを設定しているんですが、このワーちゃんのライブ 2D が、雪降るのがデフォルトだから、あんまりね、室内の基地背景にすると違和感があるんですよね。埃かな？ハウスダストかな？待っているんだろうかな？いや、でもいいですね。無事、今回のドロップですよ。クリアじゃなくて、ドロップのうちの1体をもう早々と終わらせたんで、あとはね、もう1体、星5、だよな、ライフルの子かな。またね、ドロップステージあると思うんで、そこら辺で頑張って入手して、でしかも今回のランキングステージの報酬ってワーちゃんの装備ですよ。ワーちゃんの専用装備がようやく入手できるっていうのは、あ、まあ前からね知ってはいたんですけれども、いや、このイベントのランキング戦だとはな、まだどんなものかは全然知らないんで、解説動画の方もね、まだ途中段階なんで何もわかんない状態ではあるんですが、まあ、そこはね、おいおい、報告できればいいなと思います。次実況するとしたら、クリアしたぐらいかな。このイベント。そんなタイミングで、お送りできればなと。
もう100話？今回101話か。前回100話目撮った時に、いや、100話いけたっていう話したっけ？してないような気がする。まあそんなね、長く、もうそろそろ来月で、4周年か。で、私がドルフロ始めてからも、ほぼほぼちょうど4年ぐらいになるんで、まあ、そこらぐらいまでにはさすがに終わるか。あれだ、イベントが終わってしまう。今月以内にはクリアしたいね。ということで、今回はここまで。これまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。では、さらばだ。